すごい。グリーンの芝生はこんな感じ。あん、ごい。おお、おい。今日はもうゴルフじゃないけど、楽しみだ。そうだね。はい、4番ホール。お、ついに300メーター出てきたね。310メーターの、パー4。ダウンヒルで。ちょっと下り。ああ、あのね、目の前にある木の、この木あるじゃん。この木の後ろにグリーンがあります。フェアウェイは、こっから、ここまで。あ、もっとあるな。すげえ広いな、これ。まあ、基本的にどこ打っても大丈夫だね。はい、今、フォローウィンドで、ちょっと、打ち下ろしなので、軽いね。これ、飛距離に期待したい。こういうところでさ、ドライビングコンテストみたいな、ロングドライブコンテストとかやれば街が盛り上がるんだよな。いいね、うお。めっちゃいい球じゃん。これどんだけ飛ぶんだよ、お前。何あれ？あそこ何があんの？未知の世界行ったな。なんか怪しく下がってるな、あそこな。飛びすぎ飛びすぎ。よしよし。じゃあ俺もドライバーで。うん、まあどこ行っても大丈夫だな。そうね。なんか虫がついてるけどね。どこに？うん、ここにほら。ふい。おーい、めちゃくちゃいい球じゃん。風に乗ってってんね。あ、木に当たった。どんだけ飛ばねえの？いやいやいや、いや当たってないよ。当たった。木に当たってない。なんか鳥逃げたもん、ね、鳥逃げたよな、今な。木に当たってる。ああ。俺はその目の前にあるその2つのちっちゃい木に当たったんだろ、どっちかに。で、お前のはなんかすげえ遠くまで行って、あの奥の木まで行ったな。どこにある？ああ、それか。やっぱりこの木に当たったんだね。ここ何メーターだっけ、パー4。310。で、残りいくつ ?105?、うん、え、205メーターしか飛んでないの？まあ、木に当たったから。ああ、まあね。まあね。だキャリーで210ぐらいで。あと多分、木に当たらなかったら40ぐらい飛んでるんだろうな。お前のどこ行ったの？その前の木ぐらいまで行ってるよな。それで俺またこれ低いボールだ。オッケー。僕のボールここです。グリーンあそこ行きます。はい。あ、ローだけどこれチェイスするべ。乗れ。お、乗った。シッシッシッ。すっげえ、すっげえ動き方してる。乗ってるべ。乗ってるね。で、お前のボールどこまで行ったの？なんかこのさ、坂下っていかなかった、ね、お前どんだけ飛ぶんだよ。え、ちなみにそこが、え、313メーターのグリーンがここで、で、お前のボールどこだよ。いやいや、お前この坂テイクしただろ。ちょっと待って。310メーターのグリーンがそこでピンハイに来たね、これ。ティーグラウンド、俺の当たった木、これ。これ。ティーグラウンドは、もう見えない。ゴー。まあしょうがないね。君はここからバーディーパットね。で、はい、俺先に向こう。そうだね。3打目打ってくるから。あ、さっきよりいいわ。おお。シット。シット。おお、いいショット。すげえいいショット。芝が荒い。ちょっとこんぐらいのパットも怖いね。怖いよね。おい、ナイスパー。このグリーンのこの感触、これ
カメラで伝わるかな、このなんていうのかな、ふわっふわな感じ。はい、これバーディーパット。右から左だね。いや、あのね、そういうのとかもう全部このデコボコでかき消されるからね。全然ドストレート。イージーパーだね。OK。差は広がらず縮まらず。次はパー3らしいね。おー、ちょっと面白そうじゃん、このパー3。5番ホールの95メーター、パー3です。ティーボックス。グリーンは、ここ。これショートは命取りだよな。ショートするとあの坂を下ってこの小川に落っこっていってしまう。97メーターって言ったのアゲンストのダウンヒル、かなり風前から吹いてます。あー、すっげー左に曲がってってるよこれ。チャンスチャンス。これ OB じゃないの。まずくないこれ。あ、これいい。あ、これホールインワンじゃないの。めっちゃよくね。おおおお、まあまあわあ、ダウン、ゲットダウン。いや、暫定球は乗りました。あー、なんか本当にピクニック来てるみたいな、ハイキングに来てるみたいな。あー、涼しいな、日陰入ると最高だわ。さっきと同じぐらいの隙間が空いてるね。おーおーおー、ちょっと真ん中しなるな。いや、お前のその左の牧場みたいなとこ行っちゃっただろあるとしたらこのフェンスのこの茂みの中じゃない。間違いなくヘビいるとこじゃん。牧場、牧場というか畑にはないね。まあこの辺の草の中に隠れてるな多分な。これ息子の暫定球で僕のあるんだけど、この乗ったんだけどグリーンがでっこぼこだ。やばいなこれさすがにちょっとこれ厳しいね。せっかくの俺のバーディーパット。おー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 おお、入れ入れ入れ。ああ。すげえな。このグリーンでよくできたのね。今よくできた。おお、いいボギー。はい。6番ホール。ここまっすぐのまた231メーター。もう超まっすぐ。ただちょっとグリーンが高い位置にあります。右はすげえ安全だからな。右は安全、左は行っちゃダメだね。ダメだね。うん、おー、ナイス。あ、帰ってきてるよ。いいショット、いいショット。うわー、いいショットだなこれ。うわ、あグリーンエッジ。お父さんの、まあ、ボールがここにあって、あと 50m ぐらいですね。乗っています。僕のはグリーンピンハイに乗っています。 48m、 OK。上にすげえ上がってでかすぎます。お、全然でかいよ。初めてこのコースでバンカーが、ね、バンカーあるね。あー、これギャーンまあグリーンひどいな。これイーグルパットでしょこのイーグルパットは難しいよ。ボッコボコだから、ボッコボコだからね。イーグルパット。おー、来てる来てる。あー、すっげー止まった。
Yes, buddy. Buddy. そしてパーパット。ボッコボコだねそこ。入れ。おお。残したよ。おう、はい、ナイス。ボギー。ボギー。7番ホールは。106メーターのパー3って書いてあるけど、99メーター。そう。オッケー。いい。ちょっと飛びすぎか？ああ乗ったね。いいね。俺今日バーディー取ってないよね。まあ取ってないね。取りたいよね。Guy, go, guy. おい、ナイス。同じところだね。ちょっと遠いかもしれない。わかんない。あとここ入れて3ホールだろ。なんか寂しいな。ああ、2人とも同じようなもんだね。ちょっと最後右に流されちゃった。どっちの方が近い？おお、またグリーンがハゲハゲだ。これくらいの方がむしろいいんじゃないのって思う。あ、逆にね、うん、芝が生えてない方がね。そうだね。弱っ。うわ見た今のこんなすげえ。ボギーもないんじゃないのこれ。あれは普通じゃ起こらない曲がり方したぞ。はい、4パット5。お前も同じ目に遭うぞ。大丈夫、もう絶対お前も同じ目に遭うぞ。なめんなよこのお前グリーン。予想外の動きするからな。でどこ狙ってんの、どこ狙ってんの。あのね、このグリーンを読める人いないね。このグリーン読める人いない説ってやろうか。これ怖いぜこのパット。この距離怖いぜ。あぶね。パー？ペースで入れた。ねじ込んだ感じだよな。30切りを目標にしてた息子、今いくつだっけ？今3じゃなくて今1アンダー。1アンダー、はい、ということは4アンダーで30切りってこと？そう。あとマイナス3取らなきゃいけないんだけど、残り2ホールしかなくて、あそこにグリーン見えるかな。グリーンがあのすごい下の方にあるんで、あのあこれイーグル取れるパー4じゃんって思ったら、パー3でした。209メーターのパー3でもダウンヒルだからこれ相当下がってるよな。しかも後ろからすっごい風吹いてるし。で5番アイアンでいく。でグリーン狙ってんの？オッケーオッケー。じゃあ見せてもらおうか。これどんくらい下がってんのか全く分かんないからね。うわめっちゃいいショット。これ乗るんじゃねマジで。あっどこ行った？分かんない分かんない。でピンに向かってすげえまっすぐ行ったな。めちゃくちゃいいショットだった。めっちゃいいショットだったな。これじゃあ4番。はい。あーこれもいいんじゃない。ガイガイガール。めちゃくちゃバウンスしてると思うけど。え嘘。え、じゃあ俺もオーバーっていうことかな。わかんない。俺間違いなくオーバーして、うん、もうとんでもないところまで行ってる。え、だったら俺6番アイアンで打てばよかったかも。え、俺のどんだけ飛んじゃった？それか8番アイアンとか。うん。あ、俺のボールある。
グリーンエッジ。穴に入ってんじゃん。あれ？あ、そうそう、これ俺の僕のスーキスンがあって、じゃあ一応穴をチェックしようか。いやいや、穴なんかねえ。あ、違うね、何も入ってない。あー、仕方がないね。おー、ナイス。シッシッシッ。あ、グリーンオン。頑張って。ガオーン。微妙な距離。このグリーンにしては微妙な距離。そのまま行く？あー、行っちゃおうかな。スイッチする？あー、パーパット。はい、イージーパー。ああ、なんだこれ、キノコか。キノコだね。グリーンにキノコ？よくある。キノコ狙いだな、これ。そうだね。ああ、キノコからこう左に曲がっていくから。そうだね。お、これいいんじゃないの？キノコで右行っちゃった今、キノコで右行ったよな。キノコで右行ったね。もうキノコで握って、はい、ラボはい、ついに最終ホール。これ田舎のこういうコースにありがちな、これ帳尻合わせってやつですね。さっき8番ホール203メーターでパー3だったんですけど、今回192メーターでパー4。さっきより距離短いのに、パーは1打増えました。ああ、これが今日最後のホール。実際188なんだ、それで。パー4でしょ？パー4。に当たっちゃう。あー、やっぱり届いたな。届くけど、届いたけどグリーンには乗らなかったね、うん、お前は3番4番アイアンで上するよ。知らねえよ。おー、これめちゃくちゃいい。おー、あー、ああ、すげえ流れてってる。オーバーこれ。うん、多分ちょっと左の。めちゃくちゃいいショット。今年一番いいショット。息子のはその右のあのバンクに乗って、もしかしたら左のグリーンに降りてきてるかも、転がって。オッケー、ここね、ここ草が全然生えてないから、奥まで、奥だとちょっときついかも。うまいかも。止まれ止まれ。うまいうまい。俺のボールピンハイ。ここにある。ここにある。やっちゃったね。いやいや、まだわかんない。チッピン？おおおおおお。で、最後パーで決めよう。そうだね。こんなイージーパーだよ、イージーパー。キノコもないし。そうそうそう。yes. はい。イージーパー。楽しい。合わすね。これ最後やっぱりね。強い人はここ最後締めると思うよ。グッとね、グッとバーディーで締めて、帰る。他
バーディー入れたらそこのカフェでなんかジュースごちそうしてあげるよ。ビタ止まりしたな今。全然転がんなかった。オッケー。じゃあトータルいくつ？32パー33で1アンダー。そう、俺はもう分かんない。分かんないけどめちゃくちゃ楽しかったっていうことだけは間違いないね。あ、もうすげえいい景色。はい、はい、じゃあ今パー33ニューストンデールでの息子との、ナインホール対決が終わりました。スコアはどうであれ最高のコンディションで最高のコースでできたことが何より良かったです。はい、忘れずにチャンネル登録、あと評価、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ちょっと今 Uber 忙しいので、本業と Uber か忙しいので、次の動画アップいつになるか分かりませんが、またのご視聴よろしくお願いします。こういうゴルフ場は支えないとダメだよね。定期的に来てじゃないとなくなっちゃうよ、こういうところって。Thank you. Yeah. Very, very enjoyable. Thank you for coming. All right. Thank you. See you. See you. Bye.